はい、皆さんこんにちは。2月26日の今ね、8時50分ぐらいなんですけど、まだ東京空いてません。東京空いてませんけども、昨日のニューヨーク終わってまして、さっき見たところびっくりしましたね。マイナス機能が1031ね。これ今年多分一番ですね、間違いなく今年一番。ちなみに FTSE100 マイナス247ですね。で、まあ先物、日経先物まで動いてますけども、円建てで、マイナス1137、これも多分今年初ちゃいますか。いや、これ多分だから今日ね、ドーンと下がって始まるんやと思うんですけど、この調子でずっと行くんかどうかというのが、まあ怖いところではありますね。おお、円高になってますね。ドル円が 110.83。 おう、うん、ね、ちなみに人民元は、まあ今止まってるんでしょうけども、 7.02 ですね。ドル元で 7.02、 まあこれは動いてもね 2% の範囲内なんで、そんな大したことないと思うんですけど、ウォンドルはね、小動きですね。昨日から、まあ夜もやってたみたいですけども、そんなに激しくは動いてなくて、今、1218.70 ということで、まあ私が見てる限りね、これくらいは下がるべきやったのがですね、なぜか今まで下がらなかったというだけの話なんですけどね。ただ市場というのはね、どう言いましょう、勢いづいたら下がるときには下がるし、上がるときには上がるんですよね。だから行き過ぎないのが望ましいんですけども、まあ僕はそもそも2万3000台をキープしてて不思議でしゃあなかったんで、まあぼちぼちね下がってってね、2万円ぐらいまではもう下がって全然当然やと思ってるんですよ。ファンダメンタルズから言って全然当然なんですね。ただね、下がりすぎるのも良くないわけであって、まあ実態を表すのが一番いいわけであってね、ビックス総合指数なんてあれですよ、25まで来てますよ。46.55% も上がってるんです、これ。上がりすぎちゃうのっていう。これ取引できるんですかね、ビックス恐怖指数っていうのは。ものすごくボランタリティが大きいような気がしますけどね。まあ、東京ってね、割とね、弱い材料に弱い市場やと僕は思ってるんで、ひょっとしたらこのね、先物の1100、今1077に変わりましたけど、これ以上に今日は下げてしまうかも分かりませんけども、まあ皆さんそれほど心配なさらなくてもですね、落ち着くことも落ち着くんですよ。ただ途中でこう、やーっとこうなるというのが ありえますね。で、日本経済なんて、そのなんていうかな、ブレてもですね、幅が知れてると私は思ってるんですけど、勝手に。で、心配すべきはお隣のこうドルウォンとかがですね、まあそんな1218とかこんなんで止まってる分には全然可愛いもんなんですけども、一気にね1300、1400って言って、来週には1400になったとかって、これは例の私が去年の秋から心配している出来事につながっていくわけですよ。だからそっちの方をむしろ心配すべきなんですね。まああと、その今日ニュースを見てましたら、その焦点、日曜日の番組ですね、焦点が公開録画ですかを中止にしたとかですね、そこまでやらなあかんのという気もしますけど、僕今日これから地下鉄に乗るんですけどね、なんかそれもやったらあかんのかなぐらいの、そういう感じになってきたのがめんどくさいなこれと思って、正しく心配すべきなんですけどね、
あんまりそのごちょごちょと余計なことまで心配すべきじゃないというふうに思ってるんですが、あもうすぐ開きます、この動画上がってる頃にはですね、もう市場開いてますんで、ひとまず今日は終わりたいと思います。はい、皆さんどうもありがとうございました。